Easy, yo. I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight and hide from the demons yo Negative thoughts are poison, they right? Uh. Head full of flaws, so here come the clouds uh. They'll never stop unless I can swipe All the bad the good in my head when I'm lost uh. 今、v ロットっていう名前めっちゃ見るなと思って調べてたら、レックス JP ザウェイビーみたいな。うん みたいな <laughs> メジャーアーティストじゃんみたいな <laughs> 自分がそのヴィンテージの古着屋を始めたんですよだ最近すごいやっぱガイタルとかもみんな来てくれてまし、あ、たキットカーディ、うん、フランク・オーシャントラビス・スコックディルージ・バートえ結構買ってってくれたんですか <laughs> やっぱレベル違ったなっていう世界のビートメーカー YouTube とか上がってくるやつとか見たりとかしてると24時間ずっとやってるやつとか見たり Twitch とかで配信してるやつが一番最初はビート、うん、作り方とか全然分かんないわけそうです <music> はい、といととうことで今回のゴールデンアッシュポッドキャストのゲストはプロデューサーの V ロットくんですよ。ろしくお願いします。V ロットです。お願いします。アア <laughs> 初のプロデューサーゲストです。いやありがとうございます。え、プロデューサーゲストプロデューサーってなんかめっちゃ目立たないかもしれないけどすげえ重要だと思ってて、俺。いや、それはそう思います。そうですよね。はい、結構いろいろ聞きたいんですけどもともとは地元どこなんですか 地元は東京っすねずーっと東京生まれ東京生まれで最初に DJ 始めてあ DJ なんだでずっと DJ やってたんですけどその DJ のこう流行りの流れの中でスクリレックスとかああいうダブステップとか、まあ、EDM とかの流れあってで俺もそういうビートを作りたいなっていうところからスタートした感じですねあえ EDM ハイだやったってことですかダブステップ 割と BPM は今のトラップに近いぐらいでそうなんだもっとハードなビートっていうかう、はいはいはい、ダブステップそうですよね、うん、BPM どんぐらいなんですか,か15050いくんだ,だから75ぐらい半分であれなんですけど,すけどはいはいはい まあ150ぐらいがダブステップの b p、ね、えっ、ー、でも DJ ってもともと最新の曲とかめっちゃ聴いてると思うんですけどもともと最初から結構え最初はそのダブステップ入るっていうか入りはもうヒップホップでヒップホップの DJ 始めてそっからやっぱこう EDM とかとヒップホップクロスオーバーしたりとか。割と普通のクラブでいろんな クラブで DJ してることが多かったんでまいろんなジャンルかけれないとちょっと対応できなかったりとかうん、うん、ああなるほど、ね。まあでもそもそもなんかいろいろ高校生の時とか周りにバンドやってるやつとかいっぱいいたりとか,ううとかなんかいろんなカルチャーのやつが周りにいっぱいいたんで割とそういうのは好きだったっすねヒップホップ以外も えじゃあどういうの聴いてたんですか昔から曲としてはうんでも一番影響を受けたのはそれこそファレルとかファレルがあいつがそのプロデュースしながらアーティストやってたりファッションもめちゃくちゃ影響を受けたしすごいああいうカルチャーとかをこう、まあ、ひっくるめてすごい影響を受けたなるほどそ、ねはい、であっじゃあ俺もビート作りたいなって言って、うん、最初はビート多分 作り方とかか全然わかんないわけじゃで今ほどやっ YouTube とかもチュートリアルとかもなかったしっほんと数少ないなんかこう情報とかインタビューとかいろんなの探しながら、うん、自分で勉強してまあでもダブステップはやっぱ自分的には納得するレベルまでいけなかったっすねああそうだったんだ、うん、でもやっぱ勝手違うっすよね勝手っていか伝える違うっすよねいやだいぶなんかあれはどっちかというと音を一から作る うか割とこうヒップホップだとまあコードとかメロディーとかあってビートが重要なのかなっていうのはけど割とそのもう一から音をブーっていう音から激しい音にこうどんどんいじくって。 そういう感じなんだダブステップダブステップかはい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 だその辺はいごい作んのは大変だといは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 いでいは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 うんなるほどえはいはいはなはどはい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 といは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 いスいは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 でい やってで Mac に対応してるソフトっていうのが、まあ、エブルトンライブが一番良かったから、はい、まあ最初そこのスタートから入って、はい、でスクイレックスとかもずっとそエブルトンライブを使用してたからそれでやってたんですけど、まあ、こうヒップホップのプロデュースしてくにあたって。はいはい まあ基本海外のプロデューサーそのヒップホップのプロデューサーはみんな FL スタジオを使ってでやっぱあのサウンドにどうやってエイブルートンで近づけるかなとかいろいろやってたんですけどそれこそ1年前ぐらいに FL に変えてあそうなんだでも変えたんですねでそのマックに対応するようになったんであその前は対応してなかったんだマックに最初 Windows のみのソフトが FL <ー>だ割とそのそういうことか。お金 ない人たちが割と FL 使っているっていうのが向こうだと多かったのかな安いし<ー> Windows の安いしああそっかパソコン自体もね、うん、あそういうことかだからヒップホップ結構だからすごいヒップホップとかはみんな FL が多くて、ね、そういうことかで逆に日本はすごいエブルトン Mac のユーザーがすごい多いなっていう印象があってエブルトンは割と主流だったんで割と 周りの DJ とかプロデューサーもエイブルトン多くてすごいそこでのこう US サウンドの近づけ方とかすごい考えてたけどなるほどまあ FL に変えてすごいいろいろサウンドが変わったっすねはい、はいうん。なるほどねえ何がそのきっかけとかだと思うんですけどなんでダブステップからあじゃあやっぱ俺ヒップホップの方かなってなって、うん、なんきっかけとかあったんですかまあ元々そのやっぱヒップホッププホが 全部のスタートに自分はあって DJ も初めてのヒップホップだしでそのヒップホップのかっこよさを含んだ音楽がダブステップだったんですよ俺的にあ<ー>だからすごいヒップホップとのクロスオーバーできるしその DJ としてもなんかこうアーティストの位置にいけるようなサウンドを作れたりとかあ<ー>そこにすごい影響を受けて確かに確かにでそうですねなんで,で,でヒップホップに返してたのかなっていう。<laughs> ダ変わったかだからそうあんま変わったっていうイメージはなくてずっとこう延長上では来てるんですけど最近はそういう音はあんま作らなくなったかなっていうぐらいですか確かにスクリレックスとかスクリレックスプロデューサーだけどステージの上立ってやるみたいなああいう感じは確かにそうっすよね。 ですごいいろんな、まあ、ジャスティン・ビーバーだったりドン・トリバーだったり、まあ、そのヒップホップのアーティストともちゃんとクロスオーバーしてああいうスタイルはすごい最初影響を受けて。 エプ・ロッキーと「ワイルド・フォーザー」に「ビン・ポ・ライゴン」めっちゃ聴いてたそれあれでも最初スクイル X 結構前にあのビートだけで普通に曲で出てるんですあそうなんだであれのビートジャックみたいな感じでロッキーが乗ったバージョンがすごい世界的に流行ってそういうことだったそういうのもすごいやっぱおおみたいな確かに確かに確かにそういうことかそれこそディプロとスクイル X が一緒にやってた時とか一緒にやってたんですかあいつらジャック・ユーっていうユニットでそれも その二人がすごい一緒にやってそれこそ「Where Are You Now」っていうジャスティン・ビーバーとのめちゃくちゃ有名な曲であいつら二人でそれこそウルトラそうウルトラのステージに出た時にジャスティン来たりそれこそパフ・ダディ来たりとかすごい伝説的なステージあってその時期のあいつらのにはすごい影響がましたディプロってメジャーレーザーとかそうの同時にジャック・ユーっていうスクイレックスとの二人のコラボレーション それで1枚だけアルバム出ててえー、まあそっからはもう一緒にやってないですけど、えー、はい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 それはすごい面白いコラボレーション結構意外だったっすねなるほどっすね、うん、メジャーレーザーめっちゃかっこいいなめっちゃ昔 <laughs> レーザーでメジャーレーザーめっちゃ弾てたっすわ、うん、あっちはトラヴィスとかあの当時一緒にやってたりとかああそうだったんだメジャーレーザーのアルバムとかはトラヴィス多分23曲ぐらい昔もやってて、えー、だからすごいそういうところのクロスオーバーしてた時代だったっすねはいはい、はい、そうっすね、うん、あのそうかななえ2000何年っすか あれも2016年、確かにちょっと音楽、俺らの、うん、ね、うん、界話の音楽の結構なんか、ね、いや、本当に文化的な、メなところみたいなとこあるっすよね、うん、やっぱね。あの、エクストララージュな,なんなっけフレッシュマンもやばかったっすね、うん、2016年のジュースとか、うん、って人だったし、2016年やばかっためっちゃヒップホップ聴いてたっすね。<laughs> マージで、まあ、今聴いてるけど、あのときやばかったっすね。<laughs> そっか。 なるほどねえでもその自分でプロデュースするようになるわけじゃないですか、はい、で最初は自分でプロデュースだけでやってたんですかそれともなんか他のアーティストと組んでやってたんですかいや、えー、っと基本自分でやってて、はい、まあただ周りにそのアーティストも別にいなかったしいなかったんですかで唯一その DJ やってた時に、はい、まあそれこそ別にンタウンの周りとかはみんなのこう比べでの交流があったりとかで、まあ、ペッツにビートをこう作り始めてからンタウンのペッツにビート聞かせた時にすごい,はい、はい。 いいねってなってててなくれてなで,、ね、でそれが彼のアルバムの「えっ、ー、とコスモス」ってアルバムに「はい、オールナイト・ロング」って曲と「うんうん、ネバーストップ」「RPG」の3曲で参加させてもらったのかうーんでその「ペッツにビートを聴かしてるぐらいの時に、えー、R&B のビートとかも作ってて。えー で、RB のただシンガーとか周りにいなかったしで、誰かいい人いないっすかねみたいな話したときにこのケンヤってやつもやばいよってなってでブリーカーのケンヤとそこで連絡取るようになってなるほどでそっからバック DJ もやるようになったしそっから本格的にいろんな人と曲作るようになったっていうあそっちそうなんだ、うん、できっかけは割とペッツとケンヤとがスタートでした 結構めっちゃそのちょくちょく V ロットっていう名前めっちゃ見るなと思って調べてたらレックス、うん、JP ザ・ウェイビーみたいな、うん、えみたいな <laughs> メジャーアーティストじゃんみたいな <laughs> そういうところで俺えー、みたいになってそ,のえそれはどういうあれで聞いたとまあそれぞれみんな経緯はバラバラなんですけどはい、はい、うーん えと多分そのミスえっ、ー、とペッツにビート聴かすあたりで、はい、自分がそのヴィンテージの古着を始めたんですよ自分でそう自分ともう一人相方がいて、はい、でそいつも DJ だったんですけど2人でその DJ のレコード集める感覚で、はい、まだ当時今ヴィンテージ T シャツってすげえ価値上がってるんですけど、はい、それほど全然価値もなくてで趣味で集めてて、まあ、かなりの数集まって。 <laughs> まあじゃあ店やろうかっていうとこからまあオンラインでスタートしてでいろんなポップアップいろんなとこでやらせてもらってたんですけどそういうのを経て4年前にに店が原宿にできたのかなだかだかそこら辺からすごいこうまあアーティストも来てくれたりとか,だか割とその店での交流とかもすごい重要になってきてたのかなと思ってて。 前ビッグって東京ビタミンのもう2年前ぐらいに知り合ったんですけどうちの店で「ポップアップやるっていうのがきっかけになって、はあ、ですごい仲良くなってなるほどっすねだそっからビタミン由で宮地とも知り合ったしあそうすねでちょうど確かそのビタミンの「ポップアップやってる時にオンリーユーも確か店に来たのかなその時に初めて会って だ割とみんなとはまあ普通に何つうんだろうな最初いきなりセッションっていうか、うん、まあ顔見知りとか、うん、こうお互いの活動を知ってく中で、うん、曲やろっかみたいなのが割と多くて、えー、だからレックスとかレックスは結構前にまだ彼が18歳ぐらいだったのかな、うん、時にうちのスタジオに初めて来てその時に曲やってへ、えー でそこから最近またようやく再び絡むようになったってうんですあそういうこと、うん、かゲ、ね、ーそう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 かえなんていうお店やってるんですか、えっと、ポートレーションって店っててポートレーションださっき話したやつだ行 <laughs> きてえっすわ普通にヴィンテージ T シャツヴィ <laughs> ンテージ T シャツへ、えー、どれへんやるんですか原宿の原宿の神宮前の二丁目って割と奥の方なんですけど、はい、だそれこそユニオンとかの向かいにあってあー、はい、あー だ最近すごいやっぱガイタリとかもみんな来てくれていやかなりのメンツ来てて、はい、だそれこそこうデザイナーとかスタイリストとかが割と最初こう海外から来てくれたりとかででその人たちがアーティスト連れてきてくれたりするんですけどまあキッド・カーディーでフランク・オーシャントラビス・スコットイ、はい、ルージ・バート、はい とかすかねね有名どころだやばくすごすいですかか結構買っててくすす人によるけどアーティストの買い物の仕方っていうのはすごいっすかやっぱすごいんだすごいんだなるほどねちょっと日本とはやっぱレベル違ったなっていうのはうわめっちゃそこにいたかったこんな買うみたいなってことですよねやばそう日本支払いとかもう自分でしないっすね もうあとでマネージャーがしてくからい<ー> <laughs> これとこれとこれ持ってくわみたいな<笑><笑>かっけえかっけえっすね <laughs> なるほどねすごいななるほどねえそれはポートレーションは何年前にできたんですか、うん、えっ、ー、と4年前ぐらいでちょうどこの間先月ぐらいにまた店をちょっと改装してリニューアルしたんですけどすごいまあ知る人ぞ知るじゃないけどはい、はい、だいぶ奥まったとこにあるんではいはい、はい みんなすごい目的、目がけてきてくれるんで。やば。ちょっと行くっすわ。はい。始くっすよね。始くし結構行くんで、ぜひマジで行きたいっすね。え、ほかには何プロデューサー以外で、ヴィンテージのそう、お店と DJ。はい、DJ やってんだそう。DJ も結構回してるんですか今、DJ 今は最近すごいまた増えてきてて、はいはいはいい。ろいろなとこでやらせてもらってます。どの辺の箱とか多いですか うん最近はあの新しくできたゼロ東京とかがかゼップ新宿のすごい大きい箱でそれこそレックスのリリーパーを皮切りにスタートした場所なんですけどでもすごい2000人ぐらい入る箱でいい結構でかいですね、はいはいはい、そこですごいまあタイミングよくいっぱい DJ させてもらうことがあって最近は多いですねあと渋谷はハーレムハーレムはァイルですかねなるほどね おもろえー、ちょっともうちょっとなんかプロデューサーのことについて結構いろいろ聞きたいんですけど、はいはい、プロデュースをし始めた頃はなんかやっぱ自分いなんか俺がちょ,ちょっと俺ビートいじったりとかしたことあるんですけどあれって結構ループとか使うですよね、うん、結構そういうのは自分で作るんですかそれとも割とあでもそれこそ俺がビート始めた時ってまだループの文化がなくて、はい、あそうなんだ,だやっぱそのループを使うっていう頭があんまなくて最初はやっぱ自分で全部作る そうレイルューになんないとなっていうのは思ってたけどでもそれこそなんかこういろいろリリースしていくにあたっていろんな海外のループメーカーとかからすごいこうコンタクトくるようになったりしてループメーカーからコンタクトくるうんだからすごいこう一緒に作ろうみたいなはいはいはい、はい、でそれが今回のアルバムでもいろいろ参加してくれてたりそれこそドレイクのループメーカーとかもいるしすげえなインターネットマニーとかはいはいはい、はい、知ってるすだからすごいそういうとこからもいっぱいもらったりしてへ<ー>だ今はすごいそういう やっぱループがあることによってこういろんなアーティストとの対応力がやっぱ上がったなっていうのを思ってえループってなんかあれですよね要はその4小節じゃん4小節か。うん、とかの音源ってことですよねえとうん。っていうよりもなんつうんだろうな、えー、とメロディーを基本全般ループって感じで上ネタが。 こう一緒になってるセクションがあってそこからこうパラのセクションっていうかです例えばメロディーってコードリードパットとか例えば4個とか5個ぐらいが合わさってるのが多分普段みんなが聞いてるメロディーの感じでそれだとこう展開作ったりとかするのに全部こう合わさってるとこだと足りないっていうか。 すかにもうイントロからアウトロまでずっと同じメロディーじゃなくてちゃんとそのばらしたやつがこうついてる状態がループっていうかわかかりらいなだから例えばじゃあギターの楽器がありますみたいなそうそう例えばギターがあってピアノあってで例えばコーラスとか声のハーモニーとか入ってる。 じゃあその3つでメロディーができてるとしてそ、はい、したらその3つがこう合わさってんのがこういう感じですよ、はい、でこっちにギターがあってピアノがあってあーボーカルがあってみたいな状態のがいっぱいもう毎日のようにくるんですけどすげえなでそっからまあもう全部は今聴ける状況じゃないんですけどさすがにね一通りこうバーって聴いてって気に入ったのあれば作ったり、えー、もうループもストックしちゃったりとか、えー、ああそうなんだ でまあ別にそれなんかループだけで作ろうとかも決めてなくてうん、うん、もう毎日こういうの作りたいなってあれば、まあ、ループ聴いたり自分で一から作ったりもう本当別に決まってなくて、えー、その日のフィーリングとかスタジオ入るアーティストとか例えば3日後にこいつとレコーディングがあるってなったらうん、うん、どういう曲が作りたいかなっていうのも考えながら。 ある程度ストックしてったりしてスタジオ入ってなるほどすねでそこでこうビート聴かしてはい、はい、あもうこれでいいねってなったらすぐ乗って曲できるしでも向こうがこう考えてることとこっちが考えてること違ったりするからそしたらそこでこう話し合ってもう一からじゃあビート作ろうって言ってビート作ったりとか割と今回のアルバムもそういう感じで全員と作ってて。 って感じですかね。普段の作り方っていうかど,、ね、どんぐらいの頻度で作るんですかえっとビートに関しては本当毎日作ってて毎日作ってんだ本当時間あればビート作ってるって感じすげえなー <laughs> やっぱレベルが違うい,、ね、いやいやでももうなんかそれもやっぱ YouTube とかで世界のやつのビートメーカーの配信してるやつとか,んかまあ YouTube、うん、結構みんな配信ツイッチとかで配信してるやつが多くて まあそれを別に全部見るわけじゃないけどこうたまに YouTube とか上がってくるやつとか見たりとかしてるとやっぱもう一生作ってるしはい、はい、だそれこそ24時間ずっとやってるやつとかもいるんですよそれを配信してる <laughs> 24時間ずっとビートしるってるそれが生配信してるんですば でそういうのもある意味よ面白いなと思うし<か> <laughs> でそいつらがバカみたいにヒット曲出してるとやっぱそんぐらいやんないともう戦えないんだなっていうのも勝手に思っててすごいこう自分との戦いじゃないですけどもちろん最初から一日何曲も作れたわけじゃないんでもうひたすらそういうことができるようになりたくてやってるって感じですへ、ね、えー、すげえなあ <laughs> えビートを作る時は何から作り始めるんですかじゃあビートを作りましょう、うん、ラップトップ起動します、うん、まず何するんですかうんだからそれはもうまずは逆に曲を聴くかもしれない作るよりもな、ね、何がこう作りたいかを自分に聴くっていうか<ー>どういう今日ビートを作りたいかなか、はあ、こうまあ逆にそれこそこういうの作っといてって言われることもあるしそうか だそういういなんかまずはこうどういうタスクからやっていこうかなみたいなところからスタートするんで割とインこう聞,き聞く方が重要っていうかうインスピレーション受けてからー行動に移したいっていうかはいはははははいはいはい、はいいいきなりビート作るよりは割とこういろんな影響を受けて作っていく方が自分も楽しいし。<ー> <laughs> じゃあ結構毎回新婦チェックしてとか新婦はもうずっと聴いてるしはい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 、はい、でやっぱその、うん、まあ音楽はだからずっと聴いてるっすねもう四六時中音楽ずっと聴いてみたいなすげえな <laughs> で聴いてなんかうわこういうビート作りたいなとか、うん、あこの音面白そうだなってなったらそれを作るみたいなうん、うんうん、まあそれを丸々作るっていうよりも、うん、それは一個こうあ頭の中にストックしといて、はい、でこう作る時にいろいろ出てくるっていうかうーん だからすごいさらに細かい話にどんどんなって,ってるからなんかこのハイハットの打ち方やばいなとかうん、うん、はいそうですよ、ね、あこいつこういうふうにしてこうしてんだとかこの音は何のプラグイン使ってんだろうなとかそういうのでいろいろあこれでこうやってたんだとかはははいはいはい、はい、こう自分でやりながらたたなるるどね。結構じゃあいじってる感じだなんかこのエフェクトやってみたいなった時にはやっぱ自分でいじってみるみたいなだから自分でうんそうな割といじって こうななんとなく想像まあ多分最初のスタートがあんま YouTube とかじゃなかったから多分それがすごいあれになってるんだけどはあはあはいいいそうだから割と作っていく中であこうだったんだとかうんこうすんのどうやんだろうなとか、うん、で逆に別でこう得てた情報とかやり方とかがレコーディング時に「あじゃあこれはこうやってやるよ」とか生きてきたりとか。なるほどね でラッパーとかからもこれってどうやってやんのみたいなこの声の感じとかでそういうのもこう逆にダブステップで培ったなんうんだろう情報とかが生きてきたりとかだなんかそうですね日々吸収は重要なのかなはいはい、はい、ってことですよ、ねうん、えやっぱジャンル関係なく日々吸収してるんすかまあでも基本やっぱすげえヒップホップ最新の好きですごいミーハーなんで自分も。 だから割とやっぱそういうのもありながら、まあ、あとはやっぱ店にいるといろんな友達とかいろんなやつが来るからみんなからすごいおすすめの曲は聞くの好きですああそれでいろんなジャンルは聞いてるかもしれない、うん、今いい再建をするのですののこいつ来てるんででよね俺の中でみたいなああまあでも超俺が影響受けたってなると、うん、まあ今回なら自分のアルバムもそうですけど、うん、やっぱメトロブーミンの。うん アルバム、まあ、今回の「スパイダーマン」のやつもそうだけどやっぱすごい影響受けましたね<ー>なんかそのビート作りもそうだけど一個のプロジェクトとしてすごい影響受けたのかなうんうん、うんね、だってメトロブーミンとしてそのプロデューサーとして、まあ、プロデューーアルバムっていうのはちょくちょく出してる人いたじゃないですか、うん、でもあそこまで大掛かりにやってる人って多分初めてですよね、うんうんうん、メトロも多分あれ3枚目か4枚目でそうなんだ で前のアルバムぐらいからすごいやっぱこう構成とかがめちゃくちゃこだわるようになってきててはい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 、はい、で今回のやっぱ集大成だなっていうかはい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 すごい影響受けましたねどの、えー、曲やばかったとかあるんですかあうああ、まあでもスーパーヒーローと too many nights かな too many nights うん でも何よりやっぱ構成とかアーティストの使い方には一番影響受けたそういうことかそういうことかそういうことですよねでもだってそうですよねだって一昨日とか出した「フイズ v イロットこれ」とかもそこからだいぶ刺激を受けてるからそういうのも踏まえて聞いてほしいしういてくれた人が見てくれたらすごい分かってくれるちょっとリストいっていいですかはいもちろんどういうアーティストが入ってるかとかも「フイズブイロってやばいですよね何曲結構入ってる15曲15曲入ってるんですか 熱っ <laughs> まずイントロですよね、はい、その後すごいめん,めんまずジンドック、はいはい、ローキー、はい、やばいっすね急にジンドックさん来るっす <laughs> えこれももともとこれは何あのー、どういう感じなんですかその自分で作りたいと思って投げてるんですか、うん、えっとそもそもこのアルバムできた経緯的には、はいはい 今回のアルバム b. P. M. 東京から出してるんですけど。はいはい、まあ、そこから、まず、アルバムを出さないかっていう声をかけてもらって。はいはい、お、ごめんなさい。<laughs> <laughs> <laughs> これ、もう、その場所ち、ちょ、OK、大丈夫です。<laughs> そうで、まあ、まずは、こう、自分が今まで。 まあ基本アーティストと曲作る時って別に何用とかであんま作んなくてはい、はい、スタジオ入ってとりあえず曲作って<ー>だストックが超あったんですよ<ー>いろんなアーティストもういうとの、はいはい、まずはそこを見直していくとこから始まってでジンドックとの曲に関しては2年前ぐらいに大阪行った時に撮った曲でで、まあ、ジンドックに今回こうアルバム作るにあたって参加してほしいって話をした時に前に撮ったやつを、うん。 俺はすごい気に入ってるから、はい、出したいですっていう話をしてくれて、うん、じゃああれに俺も2年前のビートだしはい、はい、ちょっと一回ビートも全部ガラッと変えてああそうなんだでまた作り直したっていうかじゃあ声はそのままでビートだけ作り直したんだそう,そうえー、なるほどねだからすごいさらにアップデートされ,たて,トされてるかもんででその、ね、本当は曲にヤングココもフューチャリングに入ってて でもそれこそやん、まあ、2年前の音源とかなんでヤンコ的にはいやもう最新のもう一回撮り,撮りたいだからもうそれはもちろんそれで新しいの撮ろうっていうのでそうで,、ね、でこれ3曲,そう3曲目と2曲目がまあ聞いてもらえば分かるんですけど、はい、もうイントロから3曲目までつながってるみたいな流れになってて。へー そこがだいぶ今回のアルバムのギミックっていうかそういうとこにもすごいメタルに影響を受けてるしなるほどっすねへえすごいイントロから2人とも大阪のそうっすよね確かにバイブスで3曲目までガーッていってすごい最高の流れだったなっていっすねで4曲目でヤチおおありがとももう 3曲ぐらいリリースしたのかな、はい、アロットの前に。でこういろんな曲作っていく中で俺のこうアルバム作りたいんだけどにやチ参加してほしいっていう話したらまあもちろんっていうので、うん、こう今回のアロットって曲はジャージービートっていって、まあ、リル・ジバートのジャスト・ア・ダンスとかジャスト・ア・ロックかとかのでも今流行ってる、まあ、ジャージーの。そうういいことですねはい で宮地がそれを選んで俺的には宮地がジャージーっていうのでまずだいぶ意外で確かに確かに意外かもしれないで宮地的にもまあそのトのアルバムで自分が入るんだったらやっぱこう別のトピックなりを入れた方が絶対面白いなって話をしてくれてもうそれはもう間違いないっていうところからできてなるほどねでもまあさすがの乗り方してくれましたねすごいすげえななるほどですね5曲目 X「クス r ーティダイヤ a これもこれはそれこそ「キング・オブ・ルビ・シング」ってレックスのこの間のアルバムのタイトル曲をまあタイで一緒にレックスまあそれこそ俺ブリーカーとレコーディング行ったタイミングでレックスもタイに一緒に行っててですねでブリーカーがレコーディングしてるのとは別で俺はレックスとレコーディングしたり日があってでその日にキング・オブ・エビ・シングができて。 <laughs> でまあ、その流れで俺のアルバムも参加してほしいって話をしてもちろんっていうとこから、まあ、その制作が終わってすぐレックスはダーティーダイヤンを撮ってくれてそれもレックスの家にレコーディング行ってもうすぐできたって感じですね、えー、なるほどっすねで次が w e t e r j p b ベ b とケンヤフジト、はい、ケンヤフジトさん俺わかんないいやさっきのインタビュー <laughs> 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 ああケンヤか <laughs> あ、ソロでやってるってことか。あ、なるほどね。健也だ。わかった。つながった今。聞いたことある名前だけど、なんか普通にあれ、あの妙に入ってるからあれみたいな。確かに複雑で、複雑ですね。え、その健也で名前、えでもブリカクロも健也で名前してるそう、なんか多分個人的にある程度分けてたんですよ。ソロは藤田健也。はいはい。藤田健也。で健也がどうしてもケニアになっちゃうんだ。ケニア。ああ、なるほどね。そう、そういうのもあって。そういうことか。 まあただ今回はどうするかみたいなとこ何まあ藤田健藤田健てるの何をしてるんだ <laughs> なしてるの何をしてるの何入ってるの何をしてるの、ね、ックしてるの何をしてるの何をケてるの何をし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 てます、うん、<laughs> えー、ええヤンの何をしてるのてる三個かな三個入ってる全部でしてるの何をしてるのてるの何をしてるの何をしてるの何をし そ,うそれも結構2年前ぐらいにできた曲ででそれ俺がすごい気に入っててそれは今回のアルバムからのファーストのシングルだったんですけどそれもちょっと最新のビートに変えてって感じし、はい、結構やっぱやるんですか昔撮ったやつのビート変えるとかは結構多いです、ね、んまあやっぱり何年前にやっ撮ったとかまあ半年とかもそうですけどまあリリースする前には一旦見直したいなっていうとこはあって自分的にも。う やっぱ日に日に進化してるつもりなんでまあまあよくなれば前よりは、はい、どこを見るんですかいいよしは自分のビートの何を見ていうめるんですかう、えー、んまあなんだろうなよし,しまあでもなりとかも重要っすしりビートの強さとかああそういうことかパンチ感とかはいはいはいまああとはでもこうやっぱ流行りがやっぱうん、うん 一番重要っすかねその時の流行りのビートの鳴りとか、うん、この感じにしたいとかうんそうっすねなんか一個これがどうのこうのってわけじゃないですけどうん、うん、まあこう一回自分の前取って曲を見直して、うん、ああ今だったらここをしたいなとかうん、うん、今だったらこれもっとこうするなっていうところをこう最新に書いていく。うんうん、まあでも今回のそののそジンドックの曲と アストロボーイに関しては割と結構ガラッと変えたっすね。あそうなんだ。結構全然違う感じで。結構全然違います。なるほど。なるほどな。結構めっちゃ入ってるからね。あケネイボーイも入ってるんですね。Lie with my glove。ドキュン、ヘズロン、ペッツ、ヤングスティッキー、オンリー・ユー、リビングナウ。夜の泊り、リカ・クロウ。この中で一番思い出深い曲とかあったりするんですか 正直一番決めれないぐらい今回のアルバムはもう <laughs> かなり集中してでみんなもう、うんそれの期待以上にやっぱ頑張ってくれたしそこで本当みんなとのやり合いができたなって感じがして<ー>なかなか一個に絞れないのは本ですかねちなみになんですけどどれどの曲がこのアルバムを作るにあたって一から作った曲なんですか あーでも基本、はい、もうそのアス、えー、っとローキーとアストロボーイ以外は全部、はい、はだだ最初アルバム作るにあたってやっぱ前今まで撮ってきたやつを中心にって思ってたんですけど実際こうアルバム作り始めてって周りのアーティストと話していく流れでやっぱみんなすごい本気でもう最新のやつをちゃんとやろうっていうところでやってくれたんで<ー>俺ももう負けてらんねえなんじゃないけど。 だからすごいいいバイブスでお互いできたなっていう感じがします、はい、なるほどですね、うん、要はもう今までセッションしたことあるアーティストかの曲があって、うん、でそのをちょっとアルバム見たいんだけどみたいな話をすると、うん、いや一から作るですよか、うん、だから多分そのビートメーカーもラッパーも一緒でやっぱその時の最初の自分が一番でそうで、うんうん、すよね確かに、うん、だからやっぱそれはすごい自分も理解できるしだすごいそこはお互いうん、うんうん やりあったって感じ。やりあったって。やっぱそうなんだ。ぶち、両方とぶちかましていくみたいな。そういう感じ。ちなみになんですけど、結構、たぶプロデューサー2種類いると思うんですよ。なんか本当にエンジニアに近いみたいな。もうビートだけ提供して、あとはアーティストの思いをやらせるプロデューサーと、結構、いやこれこうし、メロディーコイのとか、結構支持っていうか出すプロデューサーいると思うんですけど。 どういうい感じのスタイルですかうーん多分俺はどっちかというと後者になるんですけどうん、うん、でもカード行って別に自分も歌歌えるわけじゃないしラップもできるわけじゃないからうん、うん、基本そこはもうお任せではありながらまあそれこそこうメロから取っていくアーティストとかはメロディーあ今んとこいいとかうん、うん、今んとこ,こうさっきのあれいいとかうん、うん、そういうピックアップとかここがいいここがこういう理由でいいとかうん、うん、でリリックもこういうふうなのがあるから例えばこう前にあったリリックに対して次は これがあったらいいいんじゃないとかその言葉選びとかは一緒に選んだりとかなんかその大枠も一緒に決めたりとかまあでもうんそうですねなんかアーティストプロデューサーって感覚よりも、まあ、一緒に作る友達みたいな感覚うんだ,かだから割とそのこうしろああしろっていうよりもお互い意見出し合いながら一、はい、個できていくみたいな。なるほどっすね、うん えでもどうやってそんなつながるんですか、多分これ見てる人とかで、プロデューサーやってみたいとか、ビートを作りたいって人いっぱいいると思うんですけど、どうやったら、その自分の作ったビートを、なんか本当に曲でできるとか、アーティストに乗ってもらうとかしてほしいと思ってる人いっぱいいると思うんですよ。それはどういうふうにしていくのがおすすめだと思うんですか うん、でもそれこそさっき言ってたややりり合いなんすよやっぱりだそれはやっぱりお互い持ってるものがどんだけやばいかだからやばいラッパーに対してしょぼいビートでは戦えないしうんでやっぱりまずは向こう納得させるぐらいのレベルまでいくことがまずは重要かなっていうかはい、はいね、まあでも多分作ってる人たちもみんなある程度こうなりたいっていうのがあって絶対やってるからもうそれを超えてれば全然みんな全然戦えると思う。うんうんうん そうなんですね、うん、どんぐらいおすすめはどういうふうな始め方でどういう,う練習するのかうーんでもそれもなんか一概に言えなくてなんか例えば自分が洋服系でいろんな絡みがあるからいろんなラッパーとしているから洋服系やった方がいいよっていう話じゃない、ね <laughs> まあ、確かにそうですねだからほんとになんか、ね、みんなそれぞれ多分特性とかキャラクターで今最近思うのがやっぱりこのサウンド 自分だったらこういうサウンドみたいな多分すごいレイジとかうん、うん、まあでも俺はすごい東京は意識してて<ー>東京っぽいサウンドとかなんかそういうイメージ作りキャラクター作りうん、うん、多分ラッパーもそうだと思うんですけど。 そういういのがやっぱビートメーカーもどんどん重要になってきてるなと思ってて<ー>全部作れればいいとかいうとこじゃないのかなっていうかなるほどね、うん、プロデューサーとしてのブ、うん、ランディングとそうだかそれはこう音だけじゃなくてファッションとか人間性とかインスタグラムもそうだしやっぱ全部含めてのどういうキャラクターだったりどういうアーティストとかがすごい重要なのかなと思っててね プロデューサーはやっぱ裏側だから、うん、結構そこを意識する人って少なないいかもしれないですね、うんうん、でもやっぱすごい今、ね、それこそ世界のループメーカーがいたりとかそれこそ今やばいビートメーカーの多分死ぬほどいて、はい、日本だけでも超やばいのいっぱいいると思うんですけど確かにだかそこからこう一個上がるために、うん、多分みんながそれぞれ考えることがなんか一個突破口なのかなっていうかあ<ー>やっぱ人と同じことじゃない何かを始めるのがすごい突破口。 確かにかそれは多分ビート作りに関してもキャラクターにしても何にしてもなんか多分そういうことを考えることが一個重要なのかななんかすごい向こうのアーティスト見つてもアメリカと日本だったら多分比べ物になんないぐらいアメリカの方がアーティスト多いわけじゃないですかまあまあそうっすねか,かそからこう出てくるってやっぱ相当なアイディアとなんか人を、ね、注目させるでそれに時代の流れも絶対あると思うし確かに確か,になんか一概に こうだからこいつがこうだから好きとかって多分みんなないと思ってなんとなくあれが好きこれが好きうん、うんはいな、はい。すごいそういうとこをお客さんに分かりやすく言ってあげたりとかすることはすごい重要なのかな。うんうんうん、ちなみになんですけど、はい、まあさっきちょっと言ったのとちょっとこの質問するのどうかなとは思うんですけど。うん こういうアーティスト見たら、うわ、この子たちは売れるな、この人は売れそうだな、とか、あったりするんですか、プロデューサー目線で。うん、だから、売れそうっていうのって、やっぱすごい難しくて。ね、自分が好きっていうのは、多分いっぱいいて、かっこいいとか。うん<ー>、うん、うん、うん。その売れる、売れないっていうのは。自分もいだに難しい。とこっす、ね、<ー>だ、それもすごい。タイミングもあるし。確かに。 でもそれをちゃんと乗りこなしてるアーティストっていうのはやっぱすごいと思います、ね、そのチャンスをものにしてるアーティストはい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 、はい、で多分それぞれみんなチャンスっていっぱい転がっててそうすねちっちゃいのも大きいのもうん、うん、でそれをちゃんとうまく積み重ねてるアーティストはやっぱすごいなと思うしうん、うん、でも何があるからそれができるっていうのはあんまよく自分も日々勉強してるとこかななるほどですねちなみに自分がこうまあこのなかなかなメンツが揃ってるわけですけどうん、うん、アルバムの中でうん、うん、やっぱ見てて 共通すする何かとかあるんですかとでやっぱこう活躍してるアーティストはやっぱこうしてるよねとかあでもやっぱりみんな極端に音楽が好き <laughs> それはやっぱりなんかそのこの今回入ってくれたメンツがこう一度に返すわけじゃないんで俺もそれぞれのアーティストとこうそれぞれスタジオ入ったりしててうん、うん、でもやっぱ共通点としてみんな音楽が好きだしうん、うん、制作が好きでやっぱ常にそれに対して100%迎えてる人たちが。 やっぱ俺も好きで,うんでやっぱそこでのやり合いかなっていうか共通してるとことしてはみんなのストイックさですかね制作に対して音,音楽に対してへえすごいそういうのに影響を受けるしはい、はい、でそれがすごい刺激になるしモチベーションになってるからなるほどなそうなんすね いやーでも確かに <laughs> まあブリーカーと話してめっちゃ音楽好きなんだろうなって思うしいろんなアーティストいっぱい話すんですけどやっぱみんなすげえ音楽好きなんだなって思うしなんかやっぱ俺もすげえ音楽好きだしめっちゃ聴くけどやっぱこの人たちの異常性っていうかこれは本当にいい意味で異常性ってやっぱすげえなって思うそこなんか俺が持ってないみたいだなってすげえ思うから。 だからその中でやっぱその一緒にやる中でまあ自分の今のコンテンツとかもなんかあそこをなんか一緒にできたらいいなーみたいな部分もあるんですけど確かにみんな音楽好きっすよ、うん、<laughs> そうですよね確かにな,なるほど、ね、ちなみになんですけどすっげえちょっとこれめっちゃ見る人選ぶかもしれないですけどおすすめのプラグインとかあるんですかあプラグインか プラグインでもそれこそダブステップの時からずっと使ってるセラムっていうプラグインがあってでそれは割とレイジとかハイパーポップとかまあそういうサウンドで EDM とかの要素も含んでるヒップホップとかにすごい今使われててそれはもうずっと使ってます、ね、セラムへえー、まだそれもでも結局プラグインも使いなじみとかどこまで理解してるかの方が重要だと思っててプラグインが何をするかってことですかこの この音を出したい時にはこのプラグインとかこういうサウンドだったらこういうプラグインとかでもあえて何も考えずにそう探していくのも楽しいしなるほどすね割とゴールが見えてるものに関してはすごいそのプラグインの内容を知っておくことが重要なのかなっていうふうに思いますどどういうのが特性がこう向いてるとか。 でもそんなのどうやってわかるんですかこのプラグインはややっっぱいじじりなんかやってるんですか、うん、あとはやっぱこう向こうのやつが使ってたりとかこのサウンドどうやってやるんだろうなってなった時に調べていくと大体、うん、いいこのプラグイン使ってるとかあ<ー>、うん、まあでもプラグインよりも割と全体像の方が重要なのかなっていうのも思いますね、はい、最近は。 やっぱそうなんすかでも、なんかその俺もめっちゃビートメーカーじゃないからすげえわかるわけじゃないんですけど映像のところで言うと例えばエフェクトとかをミュージックビデオかけるじゃないですかエフェクトにこだわりすぎる時に映像の全体像が見えてない人とかは結構いると思うんでそこら辺はなんか最近はいろんなものがあるからダウンロードできるじゃないですかお金を払えばだからそこにとらわれちゃってるプロデューサーとかういのかなとは思うすごいそれはめっちゃ一緒だと思ってあ映像の作り方も。 うん、やっぱやってこうパーツ並べたりとかどこでこう切り替えたらうまくいくとかすごいアルバム作りとか曲作りもめちゃくちゃにいってて、うん、基本構造は一緒だと思ってたからそうですね確かに確かにそうだからプラグインもそうだけどまあ全体もそうだしうん、うん でも全体見るとその細かいとこが重要だったりするんでもう行ったり来たりっすねはいえどういう流れで作るんですかいつもんか意識してる盛り上がり方とかこういうふうなツとかまあんとなくテンプレートあるんですよ大体最初まず基本はループ作るんで絶対的にビートのループがあってそこにイントロがあってでももうビートから入るタイプのこういきなりビートが入ってくるタイプのビートなのかちゃんとイントロがあってビートが入ってくるのかとか。 だそういうのもまあ割といろいろなバリエーション作り方のバリエーションっていうのは勉強しましたねうんだそれはやっぱ聴いて勉強することが多いかな聞いてわかるんですかやっぱわか,か,かるですかるですだけ、うん、それか、うん、その役になったらそうですよね、うんうん、確かにであと最近意識してんのは、うん、もう向こうの曲聴いてても,もういきなりビートから入ってくる曲がどんどん多くなっててでそれもやっぱこの時代のは問題なのかなと思って、うん やっぱイントロが長くてビート入ってくるまで時間かかると次ちょっとうんだからすごいそれは今回のロ文も意識したとこかなービートから入るとかはいはい、はい、すぐバーンみたいな、うん、ってことですよね、うん、サビから入るってすごいですよね、うん、<laughs> そういうことですよね確かに確かにやっぱちょっとあるっすよね、うん、なんか曲もどんどん短くないですか最近の逆にその分こうライブでそこを長くしてビート入った時にめちゃくちゃ盛り上がるようなエディットしたりとかはい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  だからすごいこう次の時代に来てるのかなっていうかそういうことかでもそうですよねライブ音源と元々の音源ってやっぱ結構別ですかいや基本は多分みんな一緒ででもそれこそ今そんなのもすぐ作れるしそ,かだからそれぞれライブに向けてあってもいいと思うし、はい、今回の自分のアルバムに関してもちゃんとライブ音源を作ってそれぞれのアーティストには投げときたいなって思ってます、うん、確かにうん プロデューサーのいろいろなかなか聞くことできないんで <laughs> すげえ面白いっすよ <laughs> かったです,ああうですねちなみになんですけど、うん、なんか自分のなんていうんですかね先生じゃないけど、うん、なんか勉強するプロデューサーとかうん、うん、でもそれこそこの間日本に来たときに初めて会えたんですけど「えー、とプレイボーイカーティ」とかうん、うん、リル・ジバットとかのプロデューサーの「スター・ボーイ」っていう。 ビーーートメーカーいてで彼が日本来た時にそれも店に来てくれてでそこで自分のビートとか聞かした時にめちゃくちゃ興奮してくれて一緒にやろうよって言って,くれてまあでもまだビートはできてないんですけどでもそれこそカーティーとかウジとかとかいうすごい名前出てきてそれやばいっすねだからやっぱそういうういのでこう 上がっってくくれたたのはめちゃくちゃゃ嬉しかすごい尊敬してたしめっちゃ影響を受けたアーティストだったんであとはでもインターネットマニーのアーティストにはすごいビートメーカーとして影響を受けた、ね、ーあと Weezy とか y o u n g s u、はいね、グ,グとか Gun の,のプロデューサー、うんうん プロデューサータグですそっかそっか <laughs>、えー、なるほどですね、うん、えちなみになんですけどなんか結構仲良い,い個人でプライベートでも結構遊ぶようなラッパーとか、うん、アーティストああでも基本今回入ってくれてるアーティストはみんなプライベートでも仲良くてまあでも一番遊んでるのはヤンココかもしれないですねあそうなんですね<は>ええー。彼大阪なんですけどそう,そうですよね なんんだだか月に1回ぐらいライブで東京来てたりとか俺も大阪行ったら遊んだりとか普段から暇伝してるぐらいの関係ですだだから作曲も入っててなるほどですねそうかそうかそうだからすごい今回のアルバムも全体像見ながら一緒に彼も考えてくれたしすごいいい関係値だと思いますやっぱレイジ強いんすか自分的に強いなと思うんすか うんそうっすねやっぱりそう最初のまあ最初話したように EDM だったりダブステップから影響を受けてたりとか,す,、ね、だかすごいそこにフィットするサウンドではあったっすねレイジ系はうんそうっすねレイジってでもまだ日本ですげえメインストリームって感じしないんですよねうんまあでも向こうでもどうなんだろうななんか今こうジャンルでどうのこうのっていう感じでもなくなってんのかなと思ってそうかもしれないですね なんかちょっとそれこそ2016ぐらいの方が今年は何みたいな確かに今年はこれみたいなすごいこう変動がいっぱいあったのかなってな最近は割ともうちょいそれこそドリルが出てきてとかジャージー出てきてとかなってももうメインはやっぱ王道のヒップホップがあった上でのサブジャンルとか次なのかなって感じがしますね。 ちなみになんですけど、まあ、このもうプロデューサーは今やってて、うん、なんか自分の中で目標とかあったりするんですかここういういとしたそれこそやっぱメトロの紅茶とかはめちゃくちゃ影響を受けてあれがプロデューサーとしてできるんだっていうか今回の「スパイダーマン」の映画のサントラもそうですけど彼はプロデューサーとしてのゴールマジでいろんな果たしすぎちゃってるなっていうぐらい。<laughs> <laughs> ででもすすごいいありがたい存在ですねそういう今の時代に自分が目標とするような動きしてくれてるアーティストがいてまあゴールなのかわかんないですけどうん、うん、まあああいうショーみたいなこともしたいし映画の音楽とかなんかもっとこう可能性が広がるようなアーティストのプロデュースだけじゃないなんかことがまあ DJ もそうですしうん、うん、もっと。 ね、できると思ってたまあでもそれも多分こうインスピレーション受けながらあんまこうここってめがけない方が自分っぽいのかなと思う<ー>こういろいろ影響を受けながらるまあでも日本のメインのすげえんて言うんですかね大衆映画があってヒップホップのサウンドトラックとか、うんうん、超熱いですよね、うん、もしその時代来たらなまだ熱いですよねでもそんな遠くないと思ってたごい そこに向かってそれぞれが今やってるしすごい明るい未来があるんじゃないかなと思いま,すあまあちょっとまあもうそろそろあれなんですけど、うん、ちょっとプライベートな話もちょっとしたいなと思って、うん、んんなんか趣味とかかあるんですか趣味は音楽まあそれこそ、はい、もう自分で洋服やれるぐらい服は好きでずっとでやっぱそういうのは常に好きだし まあ、あと映画とかは好きっすね。えー、どういう映画好きっすかは今は「スター・ウォーズ」すげえ見てるんですけど今は「スター・ウォーズ」すげえ見てるんだ <laughs> 今ドラマシーズンとかすげえやっててシリーズディズニープラスマンダロリアンとかああいうのめっちゃ見てるし、はい、あとマーベルが超好きでおそういうのもあってスパイダーマンの流れとかもう最高すぎて、はい、俺だってスパイダーマンマーベルで一番好きっすよ、うん、マジで。<laughs> そうでも 細かく言うと今回の多分ソニーの制作の方があ,あそっか確かにそうかも, <laughs> そうでもそれがなんかこうなってる感じでし <laughs> そう,いうのひたすら見てへ、ね、<laughs> えー、なるほどですね、うん、えなんか自分が例えばそうラ,ライブしたライブあった頑張ったとかはこの飯めっちゃご褒美で食いますみたいな感じ、うんうん、ですか 物買うとかにすごい行っちゃうちじゃあうまくいったよし金入った <laughs> みたいな <laughs> 割とそうかもしれない <laughs> え今までで買った中で、ね、一番高かったものって何ですか、まあ、車とか家とかはまあ多分高いと思うんですけどそういうのじゃなくてもいいし分かんないですけどまあいいやんあんまり一番作ってもら、ね、<laughs> 何がこれ高かったな最近はこの時計これですよね俺めっちゃ気になってたんですよ聞こうから聞かないからみたいな <laughs> これな これジェイコブってそれこそ俺が昔から憧れてた時計で今はあんま流行ってないかもしれないですけど<ー>そうついに手に入れましたどんくらいなんですか <laughs> <laughs> まあでもこれも中古で割と安かったんで50ぐらいまあでも多分定価はもっと高いですねあ,あそうなんだはい、あ 昔のヒップホップアーティストがみんなつけてた。ファレルとかつけてなのファレルとかずっと見たことあるっすわ。そこだ。でもあいつのはもう全部ダイヤで。全部ダイヤだ。もう考えられない値段だと思うけど。そうだった。やっぱじゃあファッションが好きだし。ファッション好きっすね。え、ファッションとヒップホップはどっち先っすか入ったのああ、でもヒップホップ入ってから、ファッションではすごいファレルに影響を受けて、やっぱエイとかめっちゃ好きで。これもやっぱすごいファレルの影響で。 なるほどね好きなブランドとかあるんですか好きなブランドでも最近バレンシアがばっか買ってこのスニーカーもバレンシアが。バレンシアが。バレンシアが結構するっすよね。うん、高いっすね。高いっすよね。なるほど。バレンシアすえ、カニエとか結構好きっすかカニエ大好きっすよ。カニエにもやっぱめちゃくちゃ影響受けて。あのミックスカルチャーにはすげえ影響受けて。はいはいはい。確かに。なんかいろんなものをミックスする。それそうっすよね。あんなの当時やっぱなかなかいなくて。確かに確かに確かに。 なんかエイプの服にナイキのスニーカーとかもはやありえないって。そっかそっかそっか。<laughs> 確かに。あの人ファッションリーダーでもあるですもんね。ねめちゃくちゃ。そうっすよね。私はプロデューサーじゃないですか。うん、今もうラップサー。もう全部できるじゃないですか。<う>ラッパーとかはやんなかったですか全く。そうだ、そこだけ全く手をつけてなくて。一回も一回も。ラッパーになろうと思ったこともないんだ。なくて。 むしろなんかラッパーと曲やるようになってからす俺もできんじゃないかとかちょっと思うけど全然無理あっそうなんだええ結構ラッパーやりたかったけどラッパー向いてないなと思ってプロデューサーやったのか結構そういう話まあまあ聞くからでも最初からもう DJ めっちゃやりたくてそっか DJ だったんだなるほどっすねそのきっかけとかあったんですかうわ DJ かっけえうんでもなんか高校生から DJ してるんですけど ああそうなんかがやりたかったんですよ周りにバンドやってたりとか<ー>スケボーやってたりとか<ー>なんかみんなすごいやってるやつが多くて俺もなんかやりたいなっていうとこから DJ 始めたん、ねね、ですよ。とい、ね、<laughs> う,かそうかってことで、はい、まあちょっと、あのー、もうほぼ 1, 1時間経ってたんで <laughs>、はい、あのやってもらったんですけど。<laughs> はい いいろろちょっとプロデューサーの話はしたなかなかできないと思うんで、うん、これすごい貴重な会だったなとありがとうございますでね、はい、フィーズ・ヴィロットアウトダウンなんで、はい、皆さんぜひぜひね一緒にチェックしてほしいなと思いますはいということで、はい、また来週のエピソードでお会いしましょうお願いしますピース <laughs> ありがとうございます